んにちは、小林定司です。サムイ島のビーチにいい感じの屋外レストランを見つけたので、ここで夕食をとることにしました。まずはビールから。注文した料理はこちら、ピータン入りのガパオライスです。盛り付けがなんとなくインド料理っぽいけど、美味しそうでしょ。それじゃいただきます。この辛いのをまず最初にドバッとかけて、このピータンをご飯と一緒にいただきます。ピータンはガパオのピリ辛の味付けともすっごいよく合う。ビールとの相性も最高だ。ところで、今日からサムイ島の南側から北側に移ってきたんですよ。島の南側は自然が豊かなところではあるんだけど、自然以外何にもないところだったので。で、その移動にはタクシーを使ったんですよね。本当はバスとかあればバスを使いたかったんですけど、そういうのが全く走ってなかったので、で、タクシーを捕まえて、島の北側にフィッシャーマンズビレッジっていう通りがあるので、とりあえずそこに向かってくれって伝えて、そしたら運転手がメーターを入れずにいきなり走り出すんですよ。おいおいおい、ちょっと待てと。料金どうなってんだって聞いたら、500バーツだって言うんですよね。フィッシャーマンズビレッジまで距離にして約20キロぐらいで、タイのタクシーの運賃の相場から言って、20キロで500バーツってまあありえないんですよね。なので、ふざけんなと、ちゃんとメーターで走ってくれって運転手に言ったら、まあ運転手はしぶしぶしょうがなくって感じでメーターを入れて、だけど初乗りの料金が100バーツになってたんですよ。バンコクだったら35バーツなので、その3倍ですよね。運転手はここはサムイ島だ、バンコクとは違うんだとか言ってくるんですけど、本当かよって、バンコクの3倍もすんのかよって。僕その時点でかなりムカついてたんですけど、タクシーに乗らないとフィッシャーマンズビレッジに行けないので、まあ仕方なくそのタクシーで行ったんですよ。そしたらね、そのメーターがもうありえない金額の上がり方していくんですよ。もうちょっと走るごとに10バーツ単位でもうゴンゴン上がってって、あ、こいつまたやってやがんなと。明らかにメーターを不正改造してるんですよ。で、10キロぐらい走った時点でもう300バーツぐらいになってて、あ、これフィッシャーマンズビレッジに着く頃には500バーツ超えるなと思って、あ、もういいもういいもういい、ここで止めろっつって、そこで止めさせて、で、残りの10キロぐらいは歩いてきました。寒いとめっちゃいいところなんだけど、このタクシーのせいですっげえ嫌な気分になって。寒いとにも良心的なタクシーは多分いると思うんですけど、良心的なタクシーとぼったくりタクシーの見分けつかないんで、寒いとではもうタクシーに乗らない方がいいのかもしれないですね。